はい、お疲れ様です。ということで、前回はゲスクラワールドに城を建てるとこまでやりました。今日は別のことをやります。今日やることなんですけども、掲示板のところにですね、ちょっと面白いものが届きまして、はい、ということでこちら、輝くイカスミ一生懸命集めました。エメラルド楽しみ、お得意様のジャジャということで、ジャさんからこうイカスミの方をいただいたんですけども、前回はこう、お詫びも込めて、ちょっと高めに買い取ったらですね、なんと今回、破産申請出すか。ということで、終わるのは冗談としまして、こちらの方どうにかやっていこうと思います。やっちまったな。ただ、エメラルドを渡してもいいんですけど、まあ、それじゃないか思んないので、まあ、せっかくなんかね、エメラルド使った建築というか、なんか、それっぽいものでも建てに行こうと思います。ということで、本日はよろしくお願いいたします。やっちまったな。とんでもねえことだった。ありがたいんだけど、これはもう一生分のイカスミで、確実にこれ破産させてきてるような。パン。まあ、ある程度エメラルドを渡すとは、まあ思ってはいるんですけども、ちょっと予想外の量が来たからさ、これ初めてで俺本当に焦ったのよ。まあそんな渡すもんねえぞって言って。そういうわけでちょっと今回建築に落とし込んだっていう、まあ裏話があります。ちょっと今、胃が痛いです。ということで。今、メンワールドのエメラルド段数がこちらになります。はい。これだけです。4作ぐらいしかありません。2スタックは、使おうか。2スタックだけ使おう。で、あとは、建築がメインになる部分でありますので、そこら辺はちょっと、うまーく、もう見た人が、おおってなるようなものを建てることで、なんとかします。はい、ということで、一見、クリエイティブとフラットワールドに来たかのように思うんですけども。このまっ平らなのがジャーサンワールドです。で、この建築をするにあたって気をつけなきゃいけないことは、その相手方の今後の建築計画に被らないようにするっていうのが結構大事なんですよ。その人のワールドに建てるってなるとやっぱ結局の前提とかもやっぱあるんで、あからさまに開拓が入ってない場所だとか、放置してそうな場所を見つけて作るっていうのが大事だと思う。あるとしたら、こういう海とか、この辺りだったら結構いいんじゃないかっていう気はするけどね。この辺にするか。ここだな。フグも取れる場所だったらまあいいだろう。ということで、ここをベースに立てていこうと思います。まあ、前半パート、では、まあ、ベースというか枠組み作れるとこまで行ったらいいなとは思ってる。で、だいたいそうだな、大きさを32マスぐらい使う予定ではあるから、チャンクで出した方が分かりやすいな。これが今チャンクを出してるんですけども、 16×16 の大きさだと、まあ、ちょうど水面から出るぐらいか。ま、32マスだな。一旦、とりあえず立て積みしていきます。まあ、水中も含めて、32マスだから、まあ、そこそこでかいが。まあ、なんとかなるだろう。もう、今のうちでしょうか。今回、ラフウェイをちゃんと描いてきたので、こんなやつを作ります。なんかこう、基本的なベースになるのが、まあ、エメラルドブロックっていうのと、まあ、なんかこう、ドーンってエメラルドがなんか主張してるようなものを作りたかったので、まあ分かりやすさっていうのをちょっと重きに置いた建築になっております。だからまあ、要するにでかいエメラルドブロックを作るってイメージですね。32×32 がだいたいまあマイクラのドットにはなるんで、このぐらいや、まあ、どうにかなるかなと思ってんだけど、どうにかなるかな今回。わかんねえ。で、ハリボテでいい。なんだったら。おそらく、まあ、見られない場所にはなるだろうから、これ表から見て、あ、それっぽいってなればいいと思ってる。まあ、前半パートでこのエメラルドブロックを完成させようかな。まあ、なんていうか、
エメラルドブロックをベースにしたこう建物にはなるので、まあとりあえずエメラルドブロックを作ってから多分壊したり付け足すというか多分やりやすいと思ってる。やっていきましょう。あ、やべ、やっちまった。俺す、ドット数32って思ったら16だったわ。足りるな。ってことは、水面にひょこっとしか出ねえな、これ。それはちょっともったいないよな。一回崩すか。これは効率が悪いな。何をしてる。はい、ということで、振り出しに戻りました。これからは自分の好きに16って数字を刻んでいこうと思います。まあ、ここからまた作業、まあ、同じことを最初からやるんですけども、まあ、向きをちょっとちゃんと決めようかなっていう、さっきちょっと適当に伸ばしちゃったんであれだったんですけど、本来であるならば、ちゃんと見える位置がいいからあっちなんだよな。あっち側に正面向くような感じでやりましょう。だからこの辺をスタートに16マスやっていきます。はい、ということで、またフレームができました。今度はちゃんと 16×16 です。また、模様をつけていきます。そうだよな、なんかでけえなと思ったんだよなんかでけえなと思いつつも、まあそんなもんかって思いながら進めちゃったのが良くなかった。下埋まってるから見づらいけど、まあ一応一面できました。まあとりあえずこのあと横の面とあと上の面ですね。その2面やったら、まあ前半終わろうか。裏側はハリボテにします。まあどうせ見られねえだろその辺はっていうのはあるんで、はい。まあ、これが遠目に見た時にどうなるかって方が重要ですので。ベースとなるエメラルドブロックが完成してから、削る。まあ、柵つける。で、あとなんかちょっとデカめのエメラルド貼っつけるみたいな。そういう作業ですかね。後半やることは。とりあえず、前半はこれを完成させるとこまでもう一気にやっちゃいましょう。はい、ということでこっちの面も完成いたしました。今思えばなんで俺は海の中にエメラルドブロックを作ってるんだろうな。まあ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 、まあ、お礼っていうのが一番でかい理由ではあるんですけども、そのお礼っていう割にはエメラルドの数少ねえんだよな。島を作る、そういう体にしましょう。島プレゼント。島プレゼントで喜ばん人おらんでしょ。バン。どうなんだろう。ド偏見入った。ということで、最後のこの上の面も完成させていきましょう。いやー、ちょっと今週の、今撮ってるのが3月28日っていう、まあ、月曜の昼ぐらいかとって、昼じゃねえな、夕方だな。昼は俺が寝てる時間だ。まあそんな時間に撮ってるんですけども。今週がちょっとね、まあ、先週って、ね、まあ、先週から月曜だから、めちゃくちゃイベントあったんですよね。まあ、ドズルシャイベントもそうだし、こう、プレアラっていう、フォールガイズの、大会にも出させていただいて、で、エルデンリングも、まあ、その週は、ま、封印してたんですけど、めちゃくちゃこう、動画撮るとサボりまして。だいたい、週2本ぐらい俺動画上げてるじゃないですか。100年でも公開したら、本当にイベントがいっぱいあった。その週2本ぐらい動画上げるためには、だいたい週2本動画撮んなきゃいけないんですよ。で1週間丸々遊び倒したら、まあ、それは動画の速なくなるわけで。
今こう急いでね、動画をじゃあ回すかっつって。でも、ネタがねえっていう。ネタもネタがねえもちょっと違うんだよな、それで言うと。ネタもある。多分、何から手出したもんかっていうのが止まったっていう。まあ、今回はこう、ジャラさんのこう、お礼動画も兼ねての、まあ、建築動画にはなってるんですけど、本当はね、もっとこれも早くお渡しするはずだったんですけど、ちょっといろいろ重なった結果、こう、渡すのだけはどんどん後回しになってくっていう、ちょっと申し訳なかったな。学生時代のさ、課題食べすぎた、なんか夏休みの最終日みたいな、そんな感覚と全く一緒なんだよ。俺、宿題なんか俺、全くやらん子っていうかさ、最後まで取っとく人間だったから、最終日、まあ、片付けてやるか、つって、まあ、机向かうんですけど、朝方までやるっていうのが、俺の黄金ムーブだった。絶対に真似するね。バン、ということで、トライデンがちょっと刺さってますが、正面から見える部分が、こう、エメラルドブロックっぽく、鉱石ブロックですね。エメラルドブロックっていうよりかは。多分、これは、近場で見るよりも多分遠目で見た方がそれっぽくなると思うんで、あっちら辺から見ればちょうどいいはず。3、2、1、はい、ということで、どっからどう見てもエメラルド鉱石ですね。まあ、これで一応ベースはこれで完成かな。後半では一応まあここをなんかちょっとした何でしょうね、エメラルドの島というか、まあ、装飾してこう、せっかくこんなでっかいもん作ったというか、まあ、16×16 でそれなりにスペースはあるので、まあ、なんか削れる場所は削ってみたいな、そういうことをやろうと思います。ということで、前半もありがとうございました。後半もよろしくお願いします。はい、ということで後半パートです。後半ではこれを多少削ったり、ハリボテの裏側の部分をどうしたもんか。こっち来るとだいぶすがすがしいからな。三面何もやってねえ。まあなんか適当にいい感じでやりましょう。ということでまず、まあ、削るところからやるか。まあ、大体まあ水面から出てる部分から削っちゃっていいとは思うんで、この辺りかな。まあ、せっかく作った部分であるんですけども、一回ちょっと壊していきます。一度作った場所を壊すっていう、本来あんまりしないはずなんですけど、今日2回やってるな。バン1回目に関しては完全に俺が悪いんだけど、あ、これぐらいか。だいたい削るのはこっちも、まあ、7マスぐらい削っちゃっていいか。4、5、6、7、ここまで。なんかこれ今ちょっとこの横の7マス削った分上も削ろうとしてたんですけど、これなんか7残しといて、なんか崖っぽい感じに仕上げる方がなんかかっこいい気がしてきた。ちょっと変えましょう。作戦変更。ってことは、ちょっとここの足場になる部分を、ちょっとまあそれっぽく仕上げますか。ということで次にやることが、このエメラルドブロックを崖っぽくするために、丸いちょっと土台つけつつの、まあ、一本まっすぐこう柱みたいなのが立つイメージから、それをちょっとやっていきましょう。ちょっと全体的にふわっとしてるわ、今回。まあ、まずこの辺だろうな。こう、一本柱があって、で、これがどんどん丸くなるイメージだから、こういう風に土台みたいのも立てておいて、まあ、これでちょっとこういう風に弦の形を出していこう。ちょっとある程度作ってからこれは説明した方が多分わかりやすいな。もう一気にパパってやっちゃいましょう。はい、ということでまずはフルブロックだけで、一旦造形してみました。いかがでしょうか。まあこれだとちょっとやぼったいというか、ちょっとごついので、まあ、こういう風にハーフとかで角を取ってあげたりだとか、こういう適宜ちょっと階段に差し替えるみたいな作業をやって、ちょっと丸となじませていきます。こういうとこにもエメラルドを仕込むことで、
ちょっとエメラルド鉱山っぽく。目立つな。まあ、目立つけど、まあ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 。歩数は言わないようにしとこう。たくさん使いました！それだけ伝えよう。で、こういう風にやっぱ半ブロックで隠したりだとか、まあ、階段でちらほら見えるとかがいいかもね。で、あとこういう暗弾丸の塀とか結構岩系に相性いいので、こういうところで角を取ってあげたりとか、そういう作業をしたり、なんかちょっとつららっぽく、何でしょうね、つららじゃねえや。鍾乳石っぽくこう垂らしてあげるっていうのが結構馴染んだりします。もうあとはとにかくなんか、やってて違和感を感じないっていうのが結構大事だと思うんで、自然な感じに丸めていきましょう。まあ、基本的にこういう角張ったところにブロック差し替えていくっていう作業やれば大体それっぽくなります。で、まあ、正面の部分もやりながら、こっち側ですね。こっちもちょうど角張ってる感じになっちゃってるので、まあ、うまーく、ちょっと馴染むように削ってあげましょう。で、この辺には一応洞窟を作る予定ではあったから、上げておくと。で、ハリボテが丸見え。バン！そしてここで残念なお知らせが一つ。石の在庫が残り、ハーフブロックを含めて16個になりました。とてもまずい。裏側どうすんだ、これ。おい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 。ロがつくハリボテになると思うんだ。いや、でもこういうのって、完全に仕上げない方が良かったりするんですよね。言い訳じゃありません。はい。先に言っとくぞ。けども、あんまり仕上げすぎちゃうと撤去に時間かかったりだとか、手加えようがなかったりするんで、ハリボテであるということは逆に個性であると。うん。ちょっと無理があるな。最低限この床は張りたいからそれぐらいちょっと掘ってくるか。一回帰ります。場面変わりまして、メンワールドの大穴の下までやってまいりました。ここもいずれこう採掘場というか、ちょっと歯車とかクレーンがある感じの、なんか採石場にしたいので、この穴の下から地下の採石場っていうのが、ずっと前に作ったやつがちょっと見えてるんですけど、まあ、そこに行けるぐらいのトンネルを先に掘っておこうかな。ついでに石集まるしっていう。意外と石を結構いろんな場所で使っては来てるから、そんなに石の在庫はなかったんだよ。ちょっと意外だった。まあ、ただ、石のいいところはまあその辺にあるっていうのと、早く無限に回収はできるものではある。もっと言うならばさっさとビーコンを置いて、石を掘りやすい環境を整えろって話なんですけどね。さすがに次回やるか。ちょっとビーコン使った建築というか、ビーコン置き場みたいなのも作ろうと思ってたんで、ちょうどよかったですね。よし、つながった。ついでに手に入った鉱石とかも、あっちに置いちゃえばいいか。これでまあ、多分、いいんじゃね。足んなかった時はもう知らん。地面だけだな。この辺。ここだけハーフブロックでちょっと貼っておこう。で、壁とかは、お任せしましょう。撤去するも、ここがもしかしたら進化するかも、ちょっと、どうなんだろうな。任せっぱなしっていうのもなんかあれだけど。ハリボテのいいところ、その3ぐらいかな。俺のチャンネルでは、こう、ハリボテ、ハリボテって言ってはいるんですけど、ハリボテのメリットを、こう、再三伝えると、正面から見るとそれっぽい。撤去の時間も早い。完成させるのも、また後日できるという。はい。課題を後へ送ってる人間が大人になってこうなるんだなっていう。よくねえが、よくねえな。よくはないけど、ほら、最低限は使えるからさ。まあいいでしょう。いや、待てよ。いいこと思いついた。ここら辺にブロックを足します。で、ここら辺も、他の壁となんかこう投資するような形で、模様をつけていって、上で、あるワンポイントマジックをすれば、ここはまるでハリボテじゃなくなります。あ、そういう施設かって。そういう魔法をちょっとかけようと思います。はい、用意いたしますはこちら。ジャングルのフェンスとフェンスゲート。こちらで、等間隔で設置してあげれば、
まるでここはオーシャンビューを見るためだけに作られた場所なんじゃないかと。そう言えるんじゃないでしょうか。ハリボテじゃない。これはもう、オーシャンビュー。で、ここも、なんだったらちょっと崖っぽくな、ちょっとここら辺支えを入れてあげれば、それっぽくなるんじゃないか。いいぞ。あれ、待って。逆転の発想、ハリボテ大勝利。つまり、ここも、支えを入れるっていう点では、まあ、だいたいエメラルドぐらいの場所なんで、踏襲を上の部分に合わせる感じです。今回は。で、こんな感じでちょっと模様とかも合わせながら、下に伸ばしていく。で、これは、ちょっと細めの方がいいとは思うんで、まあ、真ん中ぐらいは安山岩で伸ばしておきましょう。はい、ということでベースができました。これに、先ほどやったように階段だとか、ハーフブロックとかで模様をつけていきます。行き当たりばったりでも、意外となんとかなるもんだ。資材がないことも。資材がなくてもなんとかなる。はい、ということで、ここに支えの柱が一本できたことで、もう、この辺も削っとくか。まあでも雰囲気があるのは間違いなく削った方が雰囲気が出るんで、ちょっと上の部分削りましょうか。あ、ついでにこの石炭とかも飾りということで、置いておきましょう。これはおまけですね。しまったな。オーシャンビューに変更したはいいけど、エメラルドのでけえやつ設置する場所なくなっちゃった。上か？上ぐらいにちょっと貼っつけてみる。まあ、適当にちょっと六角形っぽくなるようにやってみるか。そもそもあれ六角形か。それがちょっと怪しいな。こんな感じでちょっと丸っぽく、もう一マスぐらい伸ばしてもいい。で、これができたら、ちょっと光の反射っぽいものを入れるために鉄ブロックを入れておく。そう思うと結構作りとしては豪華だな。箱ではあるんだけど。まあ、こんなところでしょう。渡すものとしてもそこそこな数は入れたはず。あとはちょっと細かい、まあ、ランタン置くとかそのあたりやって、お披露目しましょう。はい、ということで、お礼用のエメラルドブロックが完成したので、お披露目でございます。影モッド。はい、ということで影モッドになりました。ということで、この大海原を抜けて、エメラルドブロックを見に行きましょう。あまり見せないようにこちら側を泳いで、本日作ったエメラルドブロックがこちらになります。はい、ということで、こっちからだとあんま見えねえ。あぶね、危うくしかもハリボテが見えるとこあった。一応変更点だけ話しておくと、もともと寝っ転がっていたエメラルド部分を起き上がらせたっていうのと、ちょっと上陸できるように港っぽく簡単なちょっとボート置き場を作りました。だから影モッドにしたことで下半分が全く見えなくなっちゃった。まあ、ちなみに一応水中から見た方がそれっぽいかもしんないな。なんか謎の施設感がある。うん。やっぱ影モッドの水面の光り方次第ですね。まあなんかこれはこれでまあ、なんか謎の島感がでいいかなと。そしてこちらの方に上陸すると、オーシャンビューが広がっておりますということで。余った鉱石も散らばらせました。これはサービスです。で、こちら側に来ると一応ベンチ的なものも作ったので、ただ海が見れます。無限に広がった海が見えるので、眺めはめちゃくちゃいいね。そして、こちら一回外に出て、外階段を上がることで、こちら、エメラルド。ま、これが実数渡せる分みたいなところですね。はい。正直前のレートで買い取ると、絶対に破産するっていうのと、あそこまで用意できなかったっていうのがあったんで、今回はこんな感じで。エメラルドを冠した建築をやらせていただきました。ちなみにメッセージだけ残しておきました。はい。
ということで、本日はジャーさんへの光かすみへの俺の動画でした。想像の100倍来てびっくりしました。でも、助かりました。ありがとうございます。で、次回やることなんですけども、そろそろさすがにビーコンを使った何かをやりたいと思っているので、そちらの方をやれたらなと思っております。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。